千葉県道、茨城県道46号の田牛久線は、千葉県の田市を起点とし、茨城県牛久市を終点とする県道である。千葉県の田市の田野の田市下町交差点を起点として、東方向へ向かい利根川を越えて、茨城県森谷市街地、筑波未来市を経て、牛久市、多美町の国道6号、多美湖線、橋西交差点を終点とする東西に伸びる、主要地方道である。 野田市内で、千葉県道7号阿弥子関宿線と一部重複して、野田市瀬戸の県道阿弥子関宿線より分岐して、利根川を越え、茨城県森谷市へ向かうが、県境の利根川都下間は、橋梁がない未開通区間である。原道に並行して、つくばエクスプレスの側道として整備が進められている、都市軸道路が、千葉県柏市柏田中駅付近から、 茨城県つくば来市未来平駅付近まで本県道のバイパス路線に指定されている。1994年4月1日、それまでの県道牛久森野線と県道野田守谷線の2路線を廃止、統合して新たに起点を千葉県野田市、終点を茨城県牛久市とする主要地方道野田牛久線として路線認定された。翌1995年に、 茨城県道の路線再編に伴って、整理番号46となり、現在に至る。道路法の規定に基づき、森谷市大賀市は筑波未来市陽光大館と、森谷市龍沢道市百合川丘館及び、筑波未来市豊田牛久市田宮長官は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に連中を建てることが制限されている。 森足緑1.2丁目茨城県道46号、野田牛区線筑波未来市忍か茨城県道46号、野田牛区線、都市軸道路筑波未来市なる瀬福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。